そんなバカな、やつは最下級戦士のはず。レベルはどうあれサイヤ人には違いねえ。油断するな。行くぞ。ん？海王拳。どうしたカカロット、そんな程度じゃないだろう。おら、まただ。くそ、俺の頭の中どうしまったんだ。死ぬ。もう一回戦うのか。まあまあ特に問題はないでしょうし、2体か、全然余裕でしょう。うん、さっきのでレベルはもう、でもこのいつも掴むのがめんどくさい。でもやっぱ2体でもめんどくさいな。1対1の方が戦いやすい。オッケー。でもまあこいつさえね倒してしまえばあとはもう雑魚です。もうこいつ掴むのが本当にちょっと当たんない。オッケー。はい、もう1匹。こいつも掴みがめんどくさいだけで普通に倒すとただの雑魚だもん。じゃあ終わりだ。はい、決まった。なめやがって、さっさとあのクズどものように死にやがれ。クズはドリア、なぜだ、なぜ俺たちを。あっけなかったな。もう少し遊んでやってもよかったんだが。おい、ドドリア、帰還命令だ。はぁ？すぐに我々と合流しろ。惑星ベジータに向かうぞ。わかった。リーザ様は本当に俺たちを。こいつを打ち上げてくれ。打ち上げ目標は FX50 方向。名前はカカロット。なるほど、こいつがバーダックの息子か。ランクは最下級兵士。派遣先の惑星はと。久しぶりにこの宇宙で最高のショーが見られるのですか。綺麗な花火だといいですね。あれはフリーザ様の宇宙船。まさか惑星ベジータへ。そんなバカな。カカロット、
仲間を集めてフリーザを倒すんだ。この星はやらせねえ。